低賃金上げてもあなたの能力が上がっていなければクビになっちゃいますよって話をしたいんですけど、まあ、どういうことかっていうと、あるお店で1日の最低の払える、ね、人件費3000円だったとします。国の基準で1日のね最低賃金を500円だったとします。そうすると6人雇いますよね。まあ、だけど1年間お店で運用していて、ある時お国が500円で安いから最低の1日の賃金は1000円にしますという話をしたとします。まあ、そうすると上限が3000円なので3人しか雇えなくなります。そうなると必然的に優秀な3人が残り、ちょっと劣った3人がクビになって仕事を失います。さらに1年後、最低賃金が1000円だった、だけど安すぎるって政府は言って3000円にしたとします。そうすると1人しか雇いません。だから必然的に残って優秀な3人のうち、特に優秀な1名だけ残して他2名が失業します。合計で5名が失業したことになります。今はバブルっていう、バブルと違って売りがガン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 上がるっていう時代ではないですよね。むしろ衰退していってます。だから売り上げが上がるという見込みちょっと薄くなっちゃうって時代ではあるよね。だからこそ本とか読んでスキルを磨いてないとあなた自身がね将来危ないよって話をしたかったので、ちょっと撮ってみました。